この人の名前を聞いたとき、ほとんどの方はこう言います。芦田愛菜ちゃん、もしくは芦田愛菜。しかし、この動画を見終わったとき、あなたはきっとこう言ってます。芦田愛菜さんと。今回はね、そんなすごい才色兼備、天才子役の芦田愛菜ちゃんについて。芦田愛菜さんの素晴らしいところの一つ、まずね、なんて言ったってデビューがわずか3歳、弱い3歳です。3歳の頃あなた何してました？芦田愛菜さん仕事してましたよ。ギャラはあなたの年収ほどあったとか。そして世間にね、注目を浴び認知度が上がったのはもうドラママザーですよね。松雪泰子の子供役、これはえぐいですよ。ネグレクトがえぐい、もう DV がすごい。なんて言ったってゴミ袋に普通に入れられて放置されますからね。そんなすごい体当たり演技、素晴らしい天才子役、足立由美2世って言われたのがこのドラマです。この時ね、確かね、弱い6歳とか7歳でしょう。すごいですよ、本当に。そしてその後はなんと7歳にして大河ドラマ2役やります。7歳で大河出演。この時点でね、もう欲しいものはほとんど手に入れてましたね。6歳の時にはね、日本ドラマの最年少主演っていう賞も取っているんですよね。最年少にして主演、わずか6歳で。恐ろしいです。そしておまっとうさん。丸々もりもりの出番ですよ、福くんとね。これ今でもなかなか仲いい感じですよね。どっちが丸か森かあんましちょっと見てなかったんでわからないんですけど、これはね50万枚の CD としても売れてるしね、音源としてもドラマとしてもキャラとしてもダンスとしても全部売れました。さらにはね、快進撃はこれで終わりじゃないんですよね。その後9歳にしてなんとハリウッドデビューしちゃいます。9歳でハリウッドですよ。その後の人生何するんですか一体。え、もう一回やり直します。リセットボタンないんですよ。9歳でパシフィックリム出てましたよね。ハリウッドデビューですよ。どうします。まあ、それだけね、仕事熱心にやられたから、おそらくね、学校の成績が良くない、頭悪いんだろうと思いにきや、現在18歳にしてなんと慶応義塾高校ですね。そのまま大学に上がるのか、どこかに行くのか。なんて言ったってね、この人の父親がまず早稲田なんですよね。確かお母さんも良かったんですよね。ものすごいエリート一家です。いや、どうします。なんかね、ラッシュデュエルとかいろんなんで遊んだりして、もうパッパラパーなんかなと思いきや全然違いましたね。しかも落ち着いてるし。でね、よく子役は劣化するなんていう言葉ありますよね、昔から。それはもちろんね、しばらく見ないうちに大きくなっていろいろああだこうだ昔は良かったって世間に言われるんですけど、芦田愛菜さんは常に出てるんでね、常に CM とか常にあの透明感と低層観念を守って何を言うとんねん。だからね、もう何しかね、このまま綺麗なままね、勝ち逃げというかね、やはりね、皆さんと一緒です。私もね、こんなねニュースを待ってるんですよ。将来ね、芦田愛菜また不倫とか、そうですね、他には何でしょう、3度目の覚醒剤所持とかね。怒られるで、ほんまに。何しかね、素晴らしいんですよね、芦田愛菜さんは。今18歳にして私よりもね、はるかになんか雲の上というか進んでる気がします。人としてもね、なんかね、もうレベルが違う気がするんですよ。次元かな、なんか喧嘩にならないというかね。それほど見てるだけで、まあコメントからね、人一語一句素晴らしいじゃないですか。ですからね、もうこのままね、綺麗にね、30歳40歳になった時の芦田愛菜さんを見てみたいですよね。どうかね、あの足立由美親子のようにならないでほしいんですけど、そんなことは何かどうなるかわからないですよね。いや、素晴らしいですよね。相方はどこ今何してるんでしょうかね。そうですよ、福さんですよね。それにもう一つ気になるんですけどね、一時期あの芦田愛菜さんのモノマネしてるあの方はどこ行ったんですか。な、芦田愛菜だよって言ってた人、わかります？違いますよ、それはフワちゃんですよ。